レジェンド、遠藤保仁が引退発表。記者会見を開かなかった理由がやっとらしいとの声。平和岩田は9日、元日本代表の遠藤保仁が現役を引退することを発表した。今季からガンバ大阪のトップチームコーチに就任する。日本代表でも歴代最多の152試合出場の記録を持つレジェンドとしては異例の会見なしとなったが、遠藤はこれを自身の意向だと明かした。喋っている今も不満ただ中。本来なら記者会見などを開かないといけないのかなと思っていたが、記者会見で真面目に語るものも僕らしくないと思う。なんといってもオフはオフ。オフを満喫したいので、記者会見を開くことはしませんでしたと説明した。コロコロ PK の使い手を育てて日本代表に送り込んでください。らしい。肩に力入ってない感じがやっとらしい。オフ中で休みを満喫したかった。ってすごくやっとらしい。今でも満流戦で決めた PK が脳裏に焼き付いてる。本当にお疲れ様でした。肩にはまらないやっさんらしくていい。でもやっぱり寂しいな。これでよかったと思う。やっとさんにはキッチ上のマイクでしみじみ喋られるよりポップにサクッと引退が合ってる気がする。さすがやっとさん。最後の最後までマイペースを貫き現役を得ますね。自然体がモットーのやっとさんらしいな。紛れもないレジェンド、長い間お疲れ様でした。